今回お話しするのは、ね、まあ、これ私がなんでヨガにハマったかっていう経験則から、ずっと30、約30年、まだ30年、27年目なんですけど、ヨガ始めて。で、なんでヨガにこんなドハマりしたかっていうのは、実は3つのポイントがあって、どっかでも書いてるんですけど、HSP、LGBTQ、で、IQ が140ぐらいあって、で、とにかく、すべての情報を、なんか、すごい繊細にキャッチしちゃって、それで、どういうふうに、その変化を、なんか裏付ける根拠とか、なんでこの人こんなに目がこうやって片方だけチックになってんだろうとか、なんでこの人この言葉の魔漢を選んだんだろう、なんでこの人この言葉を選んだろう、なんでこの人、この発言をするときにその前の動作をしたんだろうとか、なんでここの瞬間だけ風こっちから吹いてきたのとか、なんでこんなに今体感温度あったかいのとか、なんか結構すべての変化をこう、処理しないと前に進めない人で、実は。だから人混み大嫌いなんですけど、そう、実は多くの人、苦手なんですよね。多くの人がいるところっていうのは。そういう変化をこう、すべていろいろこう吸収して考えてしまうので。で、なんかそういう自分に気づけたのが、実はヨガと出会って。だからヨガをこんなに30年近くもやってるんですけど。で、ヨガをやる前、まあ、いわゆる思春期の頃ですよね。18でヨガに出会ったので。はい。で、ヨガに出会う前までは、もう本当に大変だったんですよね。体に余ってるエネルギーを枯渇させないと、体のエネルギーを全部使わないと、やっぱりこう、リラックスできないって言ったらいいのかな。で、心のエネルギーが高いときは、心のエネルギーを使わないとリラックスで、例えばピアノ弾くとか、絵を描くとか、デッサンするとか、なんかこう、ミシン使ってなんかものをクリエイトするとか、っていうふうに、そこに心のエネルギーを使って飽きるまでやらないと、次に進めなかったんですよね。私、ちっちゃい頃習い事すっごいいっぱいさせられてたんですけど、本当ありがたいなと思うんですけど、今となっては。それって、なんか心のエネルギーが非常にあったので、で、人とあんまり会うの好きし、人と一緒になんかこうみんなで遊ぶの好きじゃなかったんですよ。今もそこまで好きじゃないんですけど。で、その時にミシンを使ってこう、いろいろこう、クリエイトしたんですよね。筆箱。チャックあるじゃないですか、こう。20センチぐらいの。それを20本ぐらい買ってきて。それを筆箱にするんですよ。とか。あと、なんか布があれば、それで袋作ってみたりとか。リリーがあれば編み物してみたりとか。で、なんかこう、クリエイトしていく。あとは、折り紙で造形物を作るとか。あとはなんか、ただ、模写する。絵を描くみたいな。そういうのが好きで。ただ、もう、学校から帰ったら全部雨戸閉めて、カーテンも閉めて。夜になってそういう準備をしなくて、夜になると怖いじゃないですか。一人で普通の一軒家って、ちっちゃい頃って大きいので。そう。なので、そういうふうにちょっとおかしいっていうか、傍から見ると危ないというか、何考えてるかわかんないみたいな。こうだったんですよね。あと一回こう、悩んじゃうと、そこにずっと悩んでるんですよね。あとは、家族で一緒になんかテレビ見ても、笑うポイントが違うから、え？みたいな。そんな家族からすると、なんでそんなところで笑ってんの？みたいなこと言われたりとか。そう、エネルギーの使い方がすごく違くて、やっぱり家族にそういうこと、家族じゃなくてもね、友達にそういうこと言われると、今何が面白かったの？なんで笑ってんの？怖いとかって言われると、やっぱりなんか協調性を乱しちゃいけないと思うわけですよ、こっちも。そうなると、やっぱり、自分の、本来の頭のエネルギー、心のエネルギー、体のエネルギーだと、ちょっと周りが引くんですよ。で、そうなると、やっぱりみんなと付き合っていかなきゃいけないってなると、自分のスピードで走れないことにすごくストレスが溜まっちゃって、それで多分過食になってみたりとか、なんかこう、鬱っぽくなってみたりとか、まあ、幸い犬がいたので、犬の散歩とか、犬にこうエネルギーを合わせなきゃいけないっていうところでなんとなくこうちっちゃい頃は調和が取れたのかなと思うんですけど。
で、大学受験失敗して、で、大学浪人したときに、その浪人の最中に、なんかこう、現役生が向こうでなんかガチャガチャ言ってて、ガチャガチャって何言ってるかわかんないですけど、なんかあの人変わってるよね、みたいな感じだったと思うんですよね。それでなんかこう、スイッチがあっちゃって。で、そこからもう、親がもう本当に高いお金払ってくれたのに、夏期講習全部、一日行ったきりで、あと全部キャンセルしたのかな。それも親に申し訳ないなと思うんですけど。もうそこから鬱になって、家から本当、犬散歩ぐらいしか出なかったですね。で、それが8月だったんですけど、で、それが1ヶ月ぐらい続いたので、9月末ぐらいに続いて、で、親がさすがにこれやべえなって思ったんでしょうね。で、ヨガ行かないみたいに誘われて、ヨガ行って。で、ヨガで、まあ、もう、高校生ぐらいから足は180度とか前後開脚とかできてたので、なので、体自体も体操部に入ってたこともあって、昔に、ね、体操やったこともあったので、体自体は別にヨガに難なく入ったんですけど、そのヨガのポーズにも入ったんですけど、そのヨガをしてて、呼吸しながらエクササイズ、体の動きをしながら、体の声と心の声って違えなってすごく、その一番最初のヨガで思って。ああ。それがね、ヨガの一番最初のきっかけなんですよね。本当に飽き性なんですよ。私。で、何やらしても大概うまいんですよ。でもこう、その上のレベルに行くかっていうと、そんななんか根性ないから、見よう見まねでやってすぐできるみたいなタイプで。で、別になんか競争心があるわけもないので、上を目指すわけでもない。で、上を目指した目指したで、やっぱり気を落としていったりとか、そうなるとね、いろんな人のいろんな感情がうごめきながら、やっぱり勝ち上がっていくとそういうことだから、なんかそういうのを感じちゃうと、やってらんないんですよね。やってらんないというか、自分がこう、そこにモチベーションを持てなくて。そう。それでなんかヨガだと、要は自分がどういうふうに、自分の心と体と頭のスピードをどうコントロールしてあげるか。だけにフォーカスをすればよかったので、だからすごくハマったんですよね。うん、で、今お話ししている今回のテーマは、ストレスで人間がどう変化するか知っていますか？それを知っていれば、ヨガや運動でどうやって、未然に防ぐ方法を探せますよね。っていう話なんですよね。私の場合、HSP なので、とにかく変化、もう眼球に入ってくる景色が。例えば、あそこで今、木が揺れてるんですけど、いや、もちろん風が吹いてるからなんですけど、そのなんか風の揺れで、どういうふうに風が吹いてるのかなとか、なんでそっち側に風吹いてるのかなとか、今何時だから、あ、こういう感じなのかなとか、あ、そういえば気圧配置こうだからこうなのか、そういうことをバーってずっと考えてるんですよ。アホでしょ？アホですよね、本当に。そう。で、なんかそんなことを考え、何が言いたかったんだっけ？そう。HSP なので、とにかく刺激が入ってくるんですよ。その刺激をどういうふうに、その刺激が too much だとストレスになるんですよ。で、例えば心のストレスが too much。今日、私今、オランダ語の集中、移民化テスト、インベルフリンっていう、インベルフリンっていう、オランダの市民権を取るって言ったのかな？アメリカでグリーンカードみたいなもんです。を取るためのなんかテストがあるんですけど、日本人はね、世界に、オランダが6カ国だけかな？を、その、オランダ語の試験なしにビザをもらえる国なんですよ、日本って。で、多くの他の国は、オランダ語の最低限の言葉をまず勉強しないとビザがもらえないっていうシステムがあって、まあ、移民を結構受け入れてるからそういうのもあるのかなと思うんですけど、日本人は別にそれがなくてビザ取れちゃうので、だからその後、まあ、私はね、言語が本当にできないので、本当に私のなんか IQ どこにあるんですかぐらいな感じで言語はできないんですよね、本当に。